皆様はかかりつけ薬剤師薬局をお持ちですか？かかりつけ薬剤師薬局とは薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な経験や知識を持ち、患者さんや生活者のニーズに沿った相談に応じることができるなど、地域に貢献する薬局です。普段から皆さんご自身でかかりつけ薬剤師薬局を決めておくと様々なメリットがあるんです。複数の医療機関から処方される薬を一つの薬局に決め利用することで、服薬状況を専門家が一括管理することができるので、安心安全に薬を使用することができます。また薬剤師は処方内容を確認し、必要に応じて医師への提案も行います。かかりつけ薬剤師は必要に応じて、薬局がお休みの日や夜間でも臨時開局、電話での相談に応じたり調剤に対応しています。普段から何でも相談できるかかりつけ薬剤師薬局、皆さんもぜひ決めておくことをお勧めいたします。決め方は簡単。あなたが決めた薬局にかかりつけ薬剤師になってほしい旨を伝えるだけ。皆さんの健康サポーターとして気軽に相談できるかかりつけ薬剤師薬局をぜひご活用ください。京都市からのお知らせでした。